日本いや、ぐりっくりに朝ですね。まずは、はい、こんにちは、ブルフォスです。あれ、なんか言うねんって話なんですけど、はい、初日の朝からやっていきましょう。で、今回からなんですが、グレートベイじゃなくて、ゾーロの岬行こうかなと思ってたんですけど、ごめんなさい。初日にしかできないことがあるので、まずはそっちからやっていこうと思います。はい、で、何がっていう話なんですけど、まあ、こっちに来たってことはもうね、だいたい皆さんね、お気づきかなと思うんですけど、ちょっと待ってね。ちょ、間違えた。ゆっくり、ゆっくり、いかがお過ごしでしょうか？皆様、ベイベー。今より遅くします。そう。で、初日しか財布を大きくすることができないんですよ、残念ながらね。ということなので、あい、ぴょん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 。いやー、しかしまあ、よくよく考えていくとさ、ゼルダのこのムジラってさ、人が死ぬことによって、なんかこう、まあなんていうか物語が進んでいくっていうのが、まあ、結構多いじゃないですか、やっぱり。カマロ死んだりとかさ。ね。で、あ、すごい、しまった、ボムがない。ボムがないときは、こいつです。じゃあなんて便利なんでしょう。べーん。そう、ここがね、初日。あー、ちょっと待ってーよー。え？これってちなみにさ、これで登っていける？一応行けるけど、あー、ちょっと待ってな。矢がないとダメなの。あー、ハート、魔法。あ、やった、矢。矢なくてもいいやん。今思い出したわ。こいつだ。こいつでいいじゃん。矢、ディーダ。ダダダ、ディーダダダ。そう。でね、これね、しくもね、クリアするじゃん。クリアするとするじゃん。ここに出てくるお兄さんに初日のうちに話をかけないとクリアしても意味がないぜっていう、そういうなんか結構シビアななんかシステムらしいですね。うん、本当に。OK。ということで、じゃあこっち登っていって、で、こっちにこいつは何もないから、ガッチャンこう開けて、チン。で、こう一個一個ね、こう、ダフって、お、テレテレペリペピン。いいねー。ちょっと待って、黄金のサラチュラって今度バウンドするもんだったの。ね。で、なんかすごいドク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 って言うんだけど。おりゃ出てこない。こっちは出てこない。チャラチャチャチャラチャチャチャラチャチャチャラチャ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 出てこない。これどっから行くのが正解なのかな？まあいや、とりあえずめんどくさいから。ちょっと待ってね、こうしとこう。んで、違うな。こうしとこう。違う、バーカチン。俺は巨人。よいしょー、どうでもいいね。うん。あれでもちょっと待って、なんかここにさ、登るスペースっぽいのがあるのがすごい気になるんだけど、これなんかあんのかな。で、あとね、すっごい音がシャコ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 ってんだけど。あー、いた。俺やろ。オーケー、パラパパパン。ちょ。この微調整がむずい。で、まだどっかいる？ん？このなんか裏とかにいるってことかな？あー、動いてるやつ、いたわー！ゴリッゴリにいたわ。これで？静か。にはなってないけど、多分下にいるんだろうな。まあいいや、じゃあとりあえずこっちから行きましょう。お邪魔しまーす。で、すごい楽しそうにワクワクしてるやつがいる。で、ごめんなさーい、ごめんなさい、ビビって切っちゃった。で、これ、あ、落ちろ。ここ。何も起きないんかい。ほんで、中いるぞ。あそこにいたぞ。ちょ、待って、ちょ。よいしょ。で、これいける？この微調整が。OK! ファイヤー !6 匹目これで5分の1。てか、あっちやってなかったな。なんだっけ、またここなんかあったぞ。これは何？沼の蜘蛛の館館やってないよね。あっちもやった方がいいんだっけ？あっち何手に入んだっけ？ あれ、誠のお面だったっけか？ちょっともうあんま覚えてないんだよね。で、そんなこと、ここ。
落ちて、もう何もなーい。ちょっと待って、え？乗る、掴む、掴む。あ、後ろ下げていくと、チャラチャチャチャーン。お。よし、オッケー。あのね、雲ってさ、ほら、なんかさ、あの、食虫植物じゃねえや。なんでやねん。食虫植物って、思いっきり虫やな。もう昆虫ではないの。雲って、まあ、足が8本あってさ、どういう扱いになるんだっけ？一応、虫っていう言い方でいいのかな？虫っていう言い方、あー、ちょっと待って、いるな。いるんだけど、あいつはどうやったらいい？そもそも、これ、上なんかどっか登れるところが入るか？無理か。ちょっと待って、なんか、どっか上登れないのか？カッ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 、無理？ちょっと、え？あれ、でも、なんかあの中もいそうな気がするけど。ちょっと、逆にあの走るのが、逆に走るのが早すぎてなんか操作がしにくい。どっか登れるところはないのかな？ないのかな？無理だね、無理だね。あいつを、串刺しにしてとか無理なのか。あ、それか、これあれか。こうして、ほ、全然、あ、ちょっと待って。ああ、こういうことか、こういうことか、なるほどね。微調整。なんでリンクが微調整せなあかんの。おい、登っていって、すっごい楽しそう、こいつ。で、上をシャッコ。オッケー、シャコリータ。オッケー、チコリータ、シャコリータ、メガドレイン。チュッチュさせて。オッケー。で、まだいるな。何？どうすると聞かれたら箱。え、俺めっちゃ市長太郎、お久しぶり、大丈夫でしたか？我が情報はこの場所の秘密探り出したのであります。1番は黄色を打て。はい。くー、ありがとうございます。それが大将太郎、メジャーに申し上げていただきます。イエスーって言って死んでいくっていうね。でちょっと待ってね。なんかどっかでまだシャコ言ってんだよな。シャコってるから、まあ、人間はシコって。相変わらずのバグり散らかしてましたね。で、ちょっと待ってね。どこにまだいるのかな？この部屋でシャコってんだよね。どこや？これは掴む。あ、押せんのかい。すごっ。え、大人でもこんなガリガリに押すの。なんかこう、雲だからも関係ないけどさ、ちょっと待って、し、まだいるの？まだどっかでシュッコン言ってんな。これ動かせるとか？いや、これは動かせないな。遠いな。ちょっと待ってね。この辺で言ってんな。これは、あ、掴めない、押せない。どの辺で言ってんだろう。どっかから登れないのかな。さすがに、あそこに2匹いたときは、ちょっとゾワッとしたね。本当に虫の本領発揮みたいなさ。なんかゴキブリを見つけたみたいな。よいしょ。よいしょ。危ない。こん中にいるのかな？てか、なんか今日、うさぎの仮面つけてみる。すっげえ元気。あ、やっぱいた。これで OK だね。OK。全部手に入れたかどうかがわからないっていうね。そう考えたら大妖精のお面ってすげえ万能なんだなって思うよね。万能というか、あれに対して忠実だよね。ちなみにやっぱ裏いない？ありがとう。お金出てきた。よし。あと、ま、18匹ですね。で、よいしょ、パコン。うわぁ！びっくりしたー！おぉ、なんで真っ黒クロスケとトロちゃんが出てきたんだ？よいしょ。あれも出てこない。で、これもなんかまた裏にいたりすんのかな？
ちょっとどっか上を登っていますね。上登ってんな。あーってことはこれあっちか。階段の上から行かなきゃいけないな。そりゃあさこしゃこしゃこしゃこ言うわな。オッケー、じゃあ、行きません。行けません。できません。もうちょっと上か。今です。ちょろちょちょちょ。まだいるね。まだどこだ？どこだ？おじさん怖くないから出ておいで。さあ、出ておいで、出ておいで。魔法の壺ばっかりだな。ちょっとこれ登れないんだけど。あ、登れた。わーお！まあ、いっか。じゃあとりあえず下からパコンとこいつ割ったら？ですよね。オッケー。まだいるのか。で、あーで、これは多分、このまま行くと？ですよねー。じゃあこっちでファイヤー。青青、アローファイヤー！オッケー。で、戻して。そりゃ魔法の瓶もいっぱい、え？もう一個あった。なんだよ、二重の罠かよ。これこいつらがやってんのかな。よし。おいー。ちょ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 、見えない壁に阻まれた。え？まだいんの？しぶと。燃えろ。全身全霊。ごめんごめん。ちょ、ごめんごめん。普通にいたわ。逃がすかー！これで？静かな。静かじゃねえな。めっちゃゴリ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 言うてんな。え、まだいる？どこや？トゥー。あ、出るや出るや。バウンドスタルチュ。よし。待って待って、まだいる。まだいる。え？どこや？ちょっと待って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 。まだいるな。これは燃やした方がいいのか？あれでも証券？遠いな。こっち行くと？まあいいや、とりあえずじゃあこっち入りましょう。お邪魔しまーす。お？ほう、もうなんか成長したやつがいる。あれ、ちょっと待って。え？あれ？これ効かないんだって？おお、じゃあ強い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 。あれ、あ、照明効かなくなってんだ。へえ、おめでとう。なんか強くなってやがる。てやーって、あちゃちゃちゃペペ、あー、うら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 うたんうらうらうたんうらーって言ったらなんか年代バレるのかな。でもこれおかんから聞いたんだよな。さすがにうらうらうたん族いる？あれはわかんないから。あ、裏、裏ですね。やっぱり裏裏ウータンや。裏ゼルダってムジラあるんだっけ？あの、時のオカリナとかさ、あ、じゃあ時のオカリナとかじゃなくて、時のオカリナはあるのは知ってるけどさ、あの、ジャブ様のお腹からさ、あの、ジャブジャブ様のお腹で、あいつが入って、牛が入ってたりとかするんだけどさ、うん。なんか今日あれだね。見応えというか、やり応えが微妙なのかわかんないけど、トークが全然だね。なんか最近さ、自分がこれまでに遊んだことのある、なんか動画とかをちょっと見返したり、トークしていたいんです。とかしてるんですけど、ほんとくだらないことベラ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 喋ったりしてるよね。マジで。ねえ。ようあんなになんかこう、意味のないことを30分も40分も喋ることができるよね、ほんとに。うん。よいしょ、ちゃっちゃらちゃちゃーって、え？まだいるね。まだしゃこってんな。で、大体このなんか壁とかをなんかこうしゃこってるやつがいるんですよ。壁というかなんかこのヘリの中？ヘリっていうのこれ。ヘリ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 。あー、いた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 。結構ファイアロー使うやつ多いな。ファイアローってさ、あ、じゃあ何してんのバカ野郎。ファイアローってさ、僕はあの、バイオレットスカーレットで初めて見た。ちょっと待って、シッ。大丈夫だね。うん。初めて見たんだけど、その前から出てきてるやつらなんですかね。うん。ごめん、日本語はおかしかった。やつらはおかしいの。やつなんですかね。あんまりよく分かってない。ちょっと、なんか今いなかった？いないか。これ気になるんだよな。やっぱ燃やしとく？
オッケーオッケーオッケー。当たってない当たってない。ああでもなんかあれだね、マトリョーシカみたいになってるだけで全然関係ないな。チャラチャチャラチャチャン。どこでシコシコしてんだ。ちょっと待ってね、近いな、この上。え、出てた出た、ちょっと待って、シャーシャー、こっちか。いや、いないな。ん？なんかどっかででもしこってんだよな。どこでしこってんやろ。まあいいや。とりあえずどんどん行きましょう。わおわおわお、晩餐会。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。晩餐会怖いから。隊長であります。口でっけえな、おめえ。そして意外と身長高いな。秘密探り出したんであります。緑を打て。2番目、はい、オッケー、さよなら。クーカビラ J か、お前は。ん、4番は緑。え、ちょっと、え、全部打つんじゃない。あ、ちょっと待って、4番緑っつうだな。ん、クー、5番は木を打って。はいはいはい、オッケーです。イエスー、あやった、やーいっぱい。え、ん、はいはいはい、3番目。え、ちょっと待って、あ、そうなの。じゃあ打ちましょう。ちょっと待ってね。1 2 3 4 5。開きませんやん。あれ、俺間違えた順番。黄色一番目に打てっていうさ、あの指示はなんかどっかのスタルキッタがさ、スタルキッタって誰だ？言ってたじゃないですか。あれ？気のせい？よいしょ。残念。なんでこいつの絵ばっかりなの？ちょ。よいしょ、あれ。よいしょ、オッケー、無理。ほい、よいしょ、ファイヤー。ダメー。トゥ、ツクツクツク。落ちます。めっちゃあれやな、刺さった後、ブラン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 ってなってな。じゃらちゃちゃちゃん。これあれなのかな、やっぱ順番バラバラじゃねえとダメなのかな。もう一回喋って、あう、もう一回喋ってみるか。黄色が一番でありますっつってな。あれって、もう一回6番目？あ、あいつ6番目なのかな。あ、やっぱそうだよな。1 3 4 5。ああ、そういうことか。やっぱりあの最初にさ、ぶち殺しちゃったやついたじゃん。あいつが必要だったってことなんだね。なんかまたボスが立ちはだかってるわ。いって、しかも遠近感のミス。これ弓矢とかだったら一発なのかな。よいしょ。で、あ、なんか、え、ちょコントローラー、ライコントロール、オッケー。で、これはなんだっけ？チャラチャチャチャラチャチャチャラチャチャチャラチャラチャチャー、オッケー。あと1個。で、あと6匹。意外と時間くだーんで復活してんだよ、怖っ。え？ちょっと待って、任務完了したのに？お前ら大丈夫？もうあの、ちゃんと帰った方がいいと思うぜ。で、チャカちゃん、おりゃー、おりゃー。しかもこいつらあれなんだな。あ、ちょ、待って、コントローラーがなんかもう勝手に溜め始めてる。やばいやばい。で、え、シンプルにキモい。これで、これとかなのかな。おっ、オーケー、ドフ。だからバウンドすなって。怖いな、バウンドする雲たち。あんで、いるね、いるね、いるね。オーケー、これで、あと。ちょ。ああ、無理。オンゴのスラチラ怖い。で、これでいいと。よいしょ。おい。
よいしょ。で、26匹、27匹。OK。で、ち。いないね。ってことは、あと2匹どこだ？どっかでシャッシャッシャッシャ言ってんだな。これまたいる？いや、いないよね。どこだ？上なのかな？俺上逃してる？こっちの方に行ってってことは、こっちの可能性もある？あ、そうだね。こっちの方がなんか音でっかいの。あー、いるやつだな、これ。これだから燃やしてなかったからか。そういうことか、そういうことか。あ、ちょちょちょ。だから、ちょっと待って、マジで今日プロコンクソなんだけど。あれ、電池切れ？なわけないよな。ずっと刺してたのにな。ちょっと待って、本当に動かない。ちょ。よいしょ。まあ、コントロールちょっとぶっ刺した。オッケー、チャラチャチャラチャチャン。オッケー。で、し。あれ、音しないね。こっちの図書室？いや、図書室も音しないよね。あれじゃ、なんかさっきのなんか倉庫みたいなところか？こう下行ってまたシャーコ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 言い始めてたりとかしないかな？大丈夫かな？あれ、どこだ？どこだ？すごいところの女。いや、しないね、音シャーコ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 。ここシャッコを忘れる？シャコってる？燃やして。いや、でもここでもシャコってる音しないよね。ん？あれ、シャコってないね。いって、あら、まあ、腹立つこいつ。燃えろ。いや、ここでもシャコってないね。あれ、あとラスシャコどこや？さっきのスタルキ。スタルキ、スタルキー、どこだ？マジでどこだ？ここ一匹逃してる？いや、あ、聞こえた、どっからしゃこってる。いたー、いたわ、いた、燃やしてやれー。ほい、よいしょー、オッケー、チャッチャカチャチャーン。チャッチャカチャチャーじゃない、チャ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 ーだったわ。よし。じゃ、戻りましょう。あ、ゴロン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 。すげえやばいやついちゃう。なんか、ならさ、こんなところでもしかして近しやるって。ここは君が見つけたのか。頼む、ここ言ってくれ、ただとは言わない。チャラチャチャチャー。オッケー、でかいでかい財布。イエス。君がちょうど持っていないものでよかった。どうせもし必要なくなるもので。オッケー。よし。じゃあ、23分か。微妙な時間だな。とりあえず、じゃあ、あそこだけ行ってみるか。そう。で、空き瓶がさ、ビーバーレースと、あとマロニーちゃんと戦わなきゃいけないんだよね。マロニーと戦うって意味がわからんな。シュン！ヘクシー！どうしようかな。マロニーちゃんと戦うべきか、戦わなくてもいいかな。とりあえず、来い。トゥイ！秒速落ちちゃったよ。じゃらじゃん。ちなみにさ、これ外しといて、じゃ、で、こうと、こうでしょ？ここで拭いたら怒られるから。あ、何もならないし、そのね。やばい、サメに襲う。元気ですよね。
でもいいの。あ、ちょっと待って、ダン、タタタン、タタタン、だったっけ？ダン、タタタン、タタタン、ちょっと、待って。いいのかこれで。多分、音遠くに飛んでっちゃったーで終わるんじゃない？だ、ですよね？ですよね？うん、なんとなくそんな気はしてた。これじゃねえとダメだよね。そりゃ、セッションができないの。お前誰？って言って。まあ、その曲知ってるけど、みたいな。やっぱそうなるんだよな、ね。だってこれで、ゴゴロンのララバイとか歌っても、多分、寝てくれないんだもんな。ほーら、ほーら、ほーら。ちなみになんかあそこにあるグレートウェイの神殿って頑張ればなんか行けるらしいんですけど、行ったところで、ペーパーマリオ64みたいな感じになってるらしいです。ペーパーマリオ64ではないか。マリオストーリーみたいになってるということですね。オーケチャラチャチャチャラパピン。亀が起きてきます。おはようございます。チャー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 。おはよう。元気か？あ、寝た。まだ寝たい。眠い。おやすみ。ついにこの間、目覚めたと思っておったが月日が経つのは早いものじゃの？ルルよ。お前誰？驚くことはないぞ。わしは眠っていてもこの海で起きたことすべてお見通しなのじゃ。ふむ、どうやらルルは混乱しているようじゃな。まあ、無理もないが。さっせさん、じゃああまりゆっくり話して時間ないんじゃさ、ゾーラの怒り高き戦士よ。起きるグレートベイカーお前の力を必要としている。早くわしの背中に乗るのじゃ。先にちょっと水系の神殿は僕弱いので、ぐったぐだになる可能性非常に高いですね。で？ミカ、これって、それ私の声、取り戻してるーてれ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 君の全然前世はただのおたまじゃくしだったんだよ。あれ、ミカがいなくなってる。君の名は？おかみ。すごいな、バタフライみたいな追い方するんだな、カエルって。あいつの名前クラッシュでいいかな。よーみんな、ヒレを上げてくれ。うおー、おーいやいや、そんな真っ向勝負したらダメなんすよ。しかも、なんか、これあれだね。初期の頃のさ、黒ひげみたいな感覚だよね。で、竜神雲に飛ばされててさ、で、空島には行けませんでした、みたいな。すごいよね。あんなさ、竜巻にぐる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 さ、巻かれているにもかかわらずさ、手に持っている武器だけは絶対に落としません、みたいな、その握力根性みたいな。最強だわ。ということで到着しました。グレートベイの神殿。ベイ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 。ベイベイ。かわいい。戻るときはまた背中にぶっ刺すと。ヤシの木ぶっ刺されてもあれ痛くないのかね。ね。平気なんだろうな、きっとな。喋れんのかな、あいつと。ちょ。よいしょ。あ、や。いや、ディーだ。物資がそんなにない状態で来てるけど大丈夫なのかな。まあ、いっか。まあ、いや、マックスだし。多分これで爆弾マックスになったと思うな。ちなみに。ねえねえ、おじさん、話そうよ。あ、喋れんのかい。どうした、陸に戻るか。ふっ。退くことは恥ではいかん。それまた一つの戦術さ、早くわしの背中に乗るのじゃ。あ、なるほどね。やっぱり背中に乗ったら戻してあげるよって。保証はしないけど。また竜神とか、こいつは竜神をどうやったんだ、竜神っていうか竜巻。あー、怖っ。そういう時はね、まず炎の矢にして、そして違う、案外デクノさんってね、もうあんま役に立たないからね。青
青青切符あった？ちょっと待ってね。トゥトゥ、ま、待って、ビンフルスピード恐ろしく速くね。よいしょ、オッケー。じゃあ、多分ね、こいつは、ゾーラになりまくらなきゃいけないはずだから。なんだけど、とりあえず、確か、ほい、ほい、ほーっと。で、燃やして、ほい。あ、ちょ、ミス。オッケー、これで宝箱が出てくると。わあ、しょぼい宝箱か。なんか魔法の大瓶とかなのかな。なんかまだちょっと寝ぼけてる。おお、はぐれ妖精だったのか。ありがとう。それは絶対やらなあかんわ。よっしゃ、ということで、今回からじゃないや、ごめんなさい。次回から、しっかりとグレートペインの神殿入り込んでいこうと思いますので、お楽しみください。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。チャンネル登録もよろしく。